こんにちは、カナダメンタルボキネです。今日は、なぜ僕は T シャツを作るのかっていうテーマでお話をしていきます。まあ、T シャツを作ると言っても僕が作るわけではなくて、デザインを T シャツ屋さんに出して、発注をかけて作っていただくんですが、もう T シャツ今までだいぶ作ってきました。これは、2016年。これちょっとこう、これは売ってません、僕は。自分だけで、ちょっとこれを、怒られちゃうんでね、ポジティブキネって書いてあります。おかしなこと作りました。そしてですね、しばらく空いて10周年の時に作って、10周年の時に2種類作りました。はい、して10周年の時にこういうの作りました。どうでもいいですけど、うちの犬の名前が入っています。はい、そしてサブスクストレッチが商標登録されて、それで記念でこれを作りました。12周年で一応サブスクストレッチの別バージョンを作りました。はい、これは自分用に面で作りました。そしてですね、こんな風に自社のロゴをこういう風にワッペンでつけたりとか、まあ自分大好きっていう感じで作りました。そして今回13周年としてこういったものを作りました。これも20枚ぐらいですね、こう来てくれてる方が注文していただいて作ることになっていて、今週ぐらいに来るんじゃないかなっていうふうに思います。で、これはですね、最初に作ったのは僕セミナーコンテストっていうものに2015年16年の時に出て、その時のためにそのユニフォームとしてこれをこう作ろうと思って作りました。で、作って、これはまあ自分だけ用に作って、あ、まあ、うちの奥さんの分もあったんですが、でそういうふうに作った時に、なんかすごくこう、楽しかったんですね。なんか T シャツを作るって、あんまり、まあ、今はすごく簡単に注文できるので、作る人もたくさんいると思うんですが、僕が中学生の頃とか高校生の頃に T シャツを作るっていう概念は僕はあんまりなかったので、あ、今こうやって簡単に作れるんだなっていうふうに思って、こう、その後作ってるんですね。で、こんなもの作りますよって、もし欲しかったら一緒に注文しますよっていう風にこう提示をして、それにこう賛同してくれた方が注文してくれたりとかするんですけど、まあこれによってこう利益を出したいとかっていうことがないので、まあ値段は、まあ普通の T シャツよりも随分おそらく安いっていう風に思うんですが、ただこれを買ってくれる人が良くて買ってくれない人が悪いとかそういうことは全くないんですが、買ってくれるとやっぱちょっとこうつながりを感じて嬉しいなっていう風に思うんですね。やっぱり毎回買うっていう子も、買ってくれる人がいたりとか、この間中学生のところがこれからキネさん出す T シャツ絶対買うよって言ってくれたんですね。まあ買うのはその子じゃなくて、その子のお父さんお母さんがお金を出してくれるんですが、まあもちろんお父さんお母さんが納得して、あのデザインとかこういうの着てるといいっていうふうに思ってくれるんだったら、これからも買ってもらいたいな、買うというか、これからも注文してくれると嬉しいなって思うんですけど、まあ毎年これを少なくとも自分のためにこう作っていこうと思うんですね。で、なんで僕が作るかっていうとですね、ただこれは楽しいからなんですね。まあ自分の自社の名前が入っていたりとか、まあこのサブスクストレッチっていうのは商標登録を自分で取ったものなので、そういったものがこう刻まれるっていうことをちゃんとこう認識できるっていうのはすごく楽しいなと思います。で、こういったものも何にもないところに、無地のところにこういったものが入るだけで、僕自身がここに所属して、自分のいいんですけど所属しているっていう意識を強く持てますし、ここへのこう愛っていうものがすごく愛着が湧いてくるんですね。で、ここに来るスポーツ少年少女も大人の方も、やはり僕自身がこの場所に愛着を持っていない僕に比べると、ここが大好きな僕が施術をしている空間の方がきっといいのではないかなっていうふうに思っています。だから僕はこの場所とか僕自身をこうちゃんとこう好きでいられるためにも、その一つの要素としてですね、この T シャツを作っていつもこう自分に感じていたいなっていうふうに思っています。まあ中にはですね、そういった姿を見て、また作るのとか、まあ実際にまた作ったのって言われることもあるんですけど、まあそれをこう僕の中では面白がって、あの作っていく姿、面白がって作っているっていう状況がまあ楽しいなって思っていますし、まあそうやって言ってる方の中にも、おそらくね、ちょっとまあ羨ましいじゃないですけど、
あ、いいなって思う部分はきっとあると思うんですね。俺じゃ作らないなとか、俺だったら、自分だったらやったとしてもそれに賛同してくれる人が少ないかもなって思う人もいるかもしれないですね。僕は僕一人でも作ろうと思っているので、まあこれはただ自分自身が楽しいからなんですね。で、今日スポーツ少年少女に言いたいことはですね、こう自分が楽しむためにこうどんなことをすれば楽しめるかなっていうことを考えたりとかですね、こう感じたままに行うっていうことがすごく重要ではないかなというふうに思うんですね。で、今やっているスポーツに対してやっぱりこう面白くない練習とかもあると思うんですね。体力をつけるために走るのが好きな子もいるけども、多くの子は走ることって辛いって感じたりとか、フィジカルが嫌とか、ボールを触ってることはいいけどこういうことは嫌だっていうことがあると思うんですね。そういう中で自分にとってその競技をやる上でやっぱ楽しさを感じられるにはどうしたらいいかなとか、どんな練習だったら楽しめるかなとか、同じ嫌な練習もちょっと工夫して楽しむ工夫をしたらもっとこう吸収できるし、その競技についてですね、いい状況になってくるんじゃないかなと思うんですね。ですので、まあ、テーマとしてはですね、こう楽しむ、どうやったら楽しめるか、そういったことを考えることがより伸びてくるんじゃないかなというふうに思います。僕自身もこういったことを年に1回、どんなデザインにしようかなとか、誰が買ってくれるかなとか、まあ、買ってくれるかなって言うと悪いですね、誰がこうこれいいねって思ってくれるかなとか、で後からあれやっぱ欲しかったなって言われたら、いやそれはもう一期一会なんですよっていうこと自体も含めて、一つちょっとこう話題というか、こう人生にフックをかけるためにもこの T シャツを作るっていうことは僕の中ではこれからもうライフワークにしていきたいなっていうふうに思っています。まあ毎年っていうとちょっと難しいかもしれないですけど、今んとこ10年11年12年13年ってやっていくんで、ちょっとこれをこう続けてやっていって、僕自身しか注文しなかったとしてもそういったことを続けてやっていきたいなっていうふうに思っています。まあすごくどうでもいい話かもしれないんですが、僕が言いたいことは何事もですね、どうやったら楽しめるか、どうやったら楽しめるかっていうことを考えていけるとよりいいのではないかなっていう話です。ぜひ参考にしてみてください。それでは。